はい。ということで、えー、どうも皆さん、こんにちは、底辺でございます。えー、競馬論第76回 ?7 回、まあ、76回ぐらいですかね。はい。えー、ということで、まあ、今週の、先週の重所をね、振り返っていく形でやっていこうと思います。えー、ちょっとですね、またちょっと、都合つきませんでね、えー、あの、 ちょっとアップ遅れてますけど、すいません。その点をご了承ください。いつもね、これね、あの、通報使えへん時ってね、深夜に撮るんですけど、今夜中の2時なんでね、あんまり大きい声出せないんでね、えー、こうやって <coughs> 小声でやらせていただいておりますので、音量の方で、えー、ちょっと調整していただければと思います。えー、ということで、早速、えー、振り返っていくんですけども、まずは土曜日のね、 箱館2歳ステークスの方から振り返っていこうと思います。はい。えー、私の本命はね、えー、西野ラバンドでございました。はいこ、えー。ちょっとね、またショーツがね、あんまりね、なんか再生されんくてね、20回ちょっとで。だからもう、はじめから TikTok の方にも上げとったんですけども。<laughs> まあ、そうやね。 ちょっと時間なかったんでね、えー、ちょっとロング動画はね、撮れなくて、で、まあ、ショーツ、ショーツとティック同じものを TikTok にも上げてって感じやったんですけども、まあ、TikTok の方はね、それなりに回るんですけども、ちょっとショーツがね、えー、不調で、ちょっと視聴者の皆さんに届いてなかったかもしれないんですけども、はい、えー、僕のチャンネルページからね、えー、見てくれればしっかり、えー、ありますんで、えー、もし、 予想を、予想を確実に見たいって方はね、そちらの方を見ていただければと思います。はい。ということで、まあ結果としては、本命の西野ラバンダー2着ということで、まあしっかり走ってくれましたね。はい。8番人気でしたけど、えー、えー、まあそうだね。逃げて、逃げた形で、まあしっかり残しましたし、まあ、まあどっちかっていうと、まあ前残りの展開でね、えー、まあ展開が向いたとはいえ、まあしっかり2着に残してんのはな、 まあ素晴らしいかなと思います。えー、まあなんで西野ラワンダを本命にしたかっていうと、まあまず箱館のこの1000人の持ち時計、本でから、えー、追い切りのタイム、それを総合して評価した結果、西野ラワンダが、えーまあ、一番いいかなという判断でしたね。はい。追い切りだけ見たらね、一番いいな思ったのはエンドレスサバーなんですけど、まあエンドレスサバーもしっかり3着に来てますしね。はい。 えー、まあ、本命をね、えー、西野ラバンドとエンドレス様で迷ったんですけど、結局西野ラバンドにしましたし、まあそれが、まあ、結果的には正解やったかなっていう感じですね。はい。えー、でね、Bing AI とね、えー、副賞バトルやってますけど、えー、今回はまさかの本命被り、8番人気ですけど、本命被りということで、えー、まぁ、あ、副賞バトルの方はね、えー、まだ、けまだ、えー、同点という形になりましたけども。<laughs> 勝った里のカルナバルが非常に強かったですね。はいえー、まあ道中は4番手あたりで、まあ、それなりに前の方にいて、えー、まあ追ってからもしっかり伸びてましたし、えーね、前走がね、えー、東京の新馬戦なんでね、えー、ちょっと右回りの、しかも右回りで小回りで洋芝っていう、ね、条件があって、この 大幅な条件の変化もあってね。えー、で、しかもなんか変に人気してるなってところでちょっと嫌ったんですけども、えー、しっかり一着に勝ち切ったわけですからね。えー、これはちょっと将来期待が持てる内容じゃないかなというふうに思いました。まあ、ただ今回戦2なんで、ま、ちょっと、 えー、今後のクラシック先生を逃げやす馬とは言い難いかなっていう正直はありますけど、えー、今後の短距離界を引っ張っていく存在にもしかしたらなるかもしれないなというふうには見ています。はい。なので、藤のカルナバルちょっと今後注目やなと思いました。はい。えー、初めてのね、右回り、箱立て、吉羽で、えー、しっかり対応してきてるあたり、やっぱ能力あると思いますし、ね、どこでもいける、行けそうな感じなんで。まあ確かにね、母系の血統が 欧米の決闘ですけども、まあ、東京であの勝ち方してね、えー、それで函館でもこんだけやれるんやったら、まあ,なんか、えー、あとは中山と阪神さえ攻略すれば、かどこでも行けそうな気はしてますけどね。はい <coughs> っていうぐらい、えー、素質は見つけたなというところですね。はいで西のラの2着 あで、エンドレスサマーが3着と。で、えー、上がり最速は6着のリリーフィールド。この馬ね、ダー前走ダートからの点線やったんですけども、上がり34秒1ということで、えー、非常に速い上がりを使ってるんで、ね、えー、ダートから芝に変えて、で、まあ掲示板はね、外してしまってますけども、えー、まあ、上がり最速ということで、ね、えー、 この馬に関しても、なんか今後ちょっと追いかけてみたい馬ではありますね。はい。で、上がり2位が4着のヤンキーバローズ。でまあ、ヤンキーバローズに関してはちょっと枠が悪かったかなって感じですよね。はい。この上がり使ってますからね、枠さえ良ければ、もしかしたらって感じ、って感じもありましたね。はい。で、5着にカルボスフェルシュ。この馬がね、前走確か、上がり33秒台使ってて、 なので僕も今回しっかり馬券には入れたんですけども、思ったより人気してましてね、このカル,スカルプスペルシュが。えー、最小値7点、単勝値7倍つい、7倍と結構低く、大きさがとったんですけども。えー、まあ、だから単勝は買えませんでしたね。はい、はい。で、まあ上がりも34秒9なんで、まあ別に悪くはないんですけど、買った里のカルナバルが34秒8ということで、上がりに関しては結構ね、えー まあ遅い方なんですよね。いや素足2つって感じですよね。まあ道中も5番手ぐらいの積極策でそのまま5着ですから直線伸びずって感じでまあこの馬もままあ、これからって感じですね。はい。で、えー、ブーレブーがまあ一応上がりは全体3位なんですけどもちょっと位置取りが悪かったかなーっていう感じでまあ9着。で3番人気エメラビーが1着。 着に敗れていいいるという感じでございまして若干荒れましたね。1番人気、8番人気、2番人気なんで。まあでも3連服硬くてね。えー、3700円。まあ、3連服当てたんですけど。えーまあ、ちょっとね、えー。一応ね、あの、勝負解明もね、出しまして。まあそっちの方も一応当たってはいるんですけどね。あのー、まあ、鳥紙じゃないですけど、そこまでなんか、ね、えー、 当たったのは当たったんで嬉しいんですけど、えー、ちょっと硬いなっていう、八番人気来てる割には硬いなっていうのが、まあありましたね。で、え、箱立記念ですけども、えー、まあこっちはね、えー、割と、まあ3着のアウスバール以外はね、えー、割と、なんていうかな、あの、いい感じに、えー、まあはま,はまったって感じですね。えー、まあ、1着はホー,オービスケッツ。僕の本命もホー,オービスケッツでした。はい。え、箱立記念の方はね、なんか、 え割とショーツが回ったんでね、えー、ロング動画出します。もうなんかめんどくさだったんで出さなかったんですけども、えー、ホービスケッツがしっかり勝ちきってくれましたね。はいまあ、前走ともえし組で、しかもともえしょう勝ってきた馬ってね、なかなかこのレース構想しないんですけども、えー、ハンデがね、そこまでガッて増えたわけでもなかったし、でホービスケッツね、えー、東京新聞杯3着の実績もあるし、ほんで、 えー、あと、追い切りが抜群に良かったんで、で、8、6、12番なんで、別にそこまで極端な枠でもないということで、ね、前走も函館やしね、信頼できるんであればこの馬かなということで、本命にしました。はい。で、まあ結果的に、えー、勝ちきってくれたわけですけども。ね、えー、まぁ、とを勝ち、友もを勝って、ここでも勝って、なんかね、え、今後の可能性が広がるような、 レースやったかなと思いいますはいえーまあ、道中はね、えー、逃げたアウスバールの番手追走って感じで、えーまあ、そこからはねもう、直線抜群の手応えでね、えーまあ、上がり3アロン35秒3なんですけども、えーまあ、それでも上がり3アロンで言っても上位ですし、ねええー、しっかり、えー、2着のグランディアに3場所にさついてるんか。 えー、結構圧勝という感じでね、はいえー、今後の可能性が広がるレースでした、はいねえー。4歳馬って何かと言われがちですけど、ね、ここでもか中小ウィナーがまた生まれましたから、ちょっとこの秋ね、4歳馬の逆襲っていうのには、ちょっと期待したいかなと思います。ね、天皇賞秋であれば、ホ、えー魔法ビスケッツもそうですし、エプソムカップを買ったレーベンスティールなんかもね、えー、期待できるかなと思いますし。 なんならソーローリエンスももしね、東京で使えるんやったら、割と来るかもなっていうところありますし、あとは札幌記念のね、えー、メンツもちょっと気になるところではありますけど、<laughs> あとベラジオなんかもね、えー、はい。で、2着にグランディア。グランディアもね、対抗にしたんですよね。はい。まあ、追い切りの、えー、最初追い切りの時計が抜群に良かったし、で、グランディアね、小回りの中距離めっちゃ得意なんですよ。中山とか。はい。で、まあ、枠も悪くない。 いうことで、えー、グランディア、対抗まで持ってきてね、えー、もう一頭の対抗のアケルナルスターは残念ながら11着やったんですけども、えーまあ、もう一個、えー、対抗のグランディアの方が来てくれまして、生、えー、まれ、あ、当てましたね。生まれで拾いました。ギリギリ。えー、ただ、ね、生まれがが結構ついたんですよね。4300円、まあ5万えー。500円しか入れてなかったんですけども、それでも万馬券ですからね。ら意外や意外って。 別に3番人気4番人気の決着なんでね、そこまでなんかね、ある爆割れってわけでもないんですけど、生まれ43倍つきましたね。ありがたい。あれ、非常にありがたいですけども。まあ確かにね、1番人気2番人気ね、サボオーナとトップナイフ飛んでますからね、最終的にトップナイフ2番人気まで来たんがちょっと結構意外やったんですけども、まあ、確かに札幌記念の実績変われたっていう感じですかね。はい。まあ、給与明けやったし、ね、 で、ハンデも、さそれなりにあるな、という感じやったんでね、休養明けにこのハンデ重すぎるんちゃう、というところもありましたんで、まあ、そこまで重い印はう、というか、印を打ってなかったね、トップナイフ、結局、えー <coughs>、まあ、そんなとこでしたけど、まあ、10着に終わってしまいましたね。まあ、確か、まあ、休養、長期休養明け1戦目なんでね、えー、まあ、次、ね、期待したいかなと、叩き2戦目ね、はい。えー、札幌記念、ね、去年、構想してますからね、 えー、出てきたら面白いかなというところもありますけど。で、えーそう、アウスバールをね、ね、ちょっと逃したんですよね。はい。で、アウスバールもし変えてたらね、3連服でも10万馬券ですからね。はい。生まれる夏の重賞って感じですよね。まあ一応、サボーナが来とったら当たってたんですけど、サボーナ来たらね、1番人気、3番人気、4番人気なんでめちゃめちゃ硬いわけですよ。はい。 ねえ、アウスバールねまあ、ハン、まあ、6サイバーの1000バーで54キロから別にハンで重くないし、ねえ、えーまあ、今回逃げる馬がそんなにいなさそうな中でって感じやったしね、えー、まあ、明確に逃げ馬っつったらアウスバールやったからね。まあ、確かに、まあ、飼おうと思えば飼えたかもしれないんですけどね。 ババ傾向的にもね、完全に前残りババやったんで、はい。いやー、ちょっと惜しいことしたなーっていう感じですね。はい。えー、10万馬券取り逃したなーっていう。ね。えー、で4着に1番人気のサボーナ。ただサボーナが上がり3の全体2位の足使ってます。はい。まあ、割と上位に上、えー、上位入選した馬が割と上がりもしっかり早い上がり使ってますね。はい。だから、から番手で、 あはりさんは35秒3出しているホービスケッツがいかに強いかっていうのがよくわかるレース展開でしたけども。で、5着にプラチ、15番人気プラチナトレジャーと。えー、このままちょっとノーマークでしたね。やっぱ長野ジョッキー、侮れませんでした。あれませんね、まあ。結局、函館のリーディングは横山武史ジョッキーでしたけども、ね、長野ジョッキーも非常に存在感ありましたよね。はい。で、6着にチャックネイト。まあ確かにチャックネイトはもちろん距離欲しかったって感じですね。はい。えー、で、7着にサンストックトン。 この馬が、えー、上がり三波乱は全体1位、えー。この馬は最、ほぼ最高峰からぶっ飛んできてますね。はい。えー、まあ確かにね、ハンでもね、えー、5歳、5歳ボッパで55キロやったらそこまで、ね、重くないし、って感じでね。えー、<coughs> まあ上がり最速出しております。で、えー、リカンカブールが六着、えー、8着か、はいえー。で、9着に前に出るクリソラ、トップナイフ10着、アケルナルサ11着、早やヤコが12着。まあ、 ねえー、二桁着順に終わった馬の中では、まあ、それなりに足は使ってますが、まあ、ちょっと負けすぎかなっていうのがありますね、正直。まあ、ちょっとハンデがね、えー、今回トップ、チャックネイと並んでトップハンデやったんでね、えーまあ、そこは多分結構大きく影響したんかなという感じはしてます。はい。で、えー、デビッド・バローズ、ね、5番人気でしたけど、ジュ、ベベですもんね。なんかあったんですかね。はい。 えーまあ、道中は、ね、中断にいた。 いたんですけど最後、四角回った辺たりでもだいぶ後退してましたからね、ちょっと何かあったんかなって感じですけど、はい。でね、えー、ちょっとは昨日、えー、この日のね、函館のね、えー、実はデータ分析しとったんですよ。ただちょっとその日はね、僕のデータ分析不発でですね、まあ、この函館記念もね、データ推奨場はエンパイアウストになったんですけども、まあ、結果的にエンパイアウスト15着に終わってますからね、はい。えー、ちょっとデータ的にも大外れやったんですが、まあ、ギリギリ生まれ拾った。 拾って勝ちましたね。なんとかね。はい。で、ここではですね、ウィング AI の方はサボーナを選んでおりましたんで、副賞バトルは私の勝ちでございます。はい。えー、まあね、ホービスケットも副勝で3倍ついてるから結構美味しいですよね。ということで、えー、AI 対、俺の AI 対人間の副勝バトルは現在人間が4対3でリードしております。はい。結構接戦ですよね。ええー、はい。えー、まあ、ということで、箱、え、田、ーまあ、的での振り返りは以上ですかね。はい。 まあ今回はね夏の重賞らしくなんか荒れたな夏のハンデ重賞らしく荒れたなという感じでね、えー、函館記念のジンクスである一番人気が勝てへんという、えー、負けっぷりを発揮してますし何なら一番人気飛んでますしね、はいえーまあ、そんなところでございまして、えー、函館記念、えーまあ、ちょっとね、えー まあ、アウスバル指名できなかったことが非常に残念ではありますが、まあ、本命対抗でしっかり決まってくれたのは、ね、えー、非常にありがたいかなと思います。えー、そうですね。まあ、そんなとこかな。はい。えー 中京記念の展望はね、ちょっとまた別の日に撮るんで、えー、しばらくお待ちください。えー、ということで、えー、今回の本,本日の動画はこれで以上になります。えー、よ,けよければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、今年中ね収益化目指しておりますんで、えー、チャンネル登録の方していただけるとありがたいです。えー、ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。